数式は言葉なんだ。計算じゃない。はい、西村元井です。前回ね、小僧ども本を読めという、まあ、動画を作らせてもらったんで、ちょっとね、若者に対してそういうことを言うんだったら逆に大人はどうしたらいいのかっていうことをね、ちょっと今回お話しさせてもらいたいと思います。で、いや、そもそも大人って何かっていうことですけど、まあ別にそんな難しいことを考えなくていいと思うんですよ。で、まあ一人では自立してるっていうことでしょ、大人っていうのは。で、まあ、私、多分大人ですよ。まあ、まあ、子供の部分たくさんありますけど、多分大人ですよね。で、まあ、そうですね。まあ、精神的に自立してるってことと、ね、その、気持ちをその人にね、依存しなくてもちゃんと自分で保ってられるっていうこと。で、まあ、社会的に自立をしてるってこと。何かの職業について自分のその立場を確保するのであったり、まあ何でもいいんですけど、社会という、このいろんな人たちがいる中で自分の居場所っていうものをきちんと確立をして、そこで自立してるということ。それから、多分一番大きいと思うのは、まあ、経済的な自立でしょうね。ここが多分大人という皆さんが考えることの上での一番の基準になっていると思います。私は別にそこだけが一番大事だとは思わないんですけど、まあ一般的にそうですよね。で、まあ別に、でも今、大人の基準が何かということを語るのが目的ではないんで、そこはもういいです。要は自分自身をね、大人だと思ってる、ね。自分は大人だって名乗りたい人。そういう人はやっぱ大人の自覚持たないとダメですよねっていうこと。それだけが言いたい。で、そういう人たちに向けて、まあお話をしたいとね、思ってます。で、まあ今、アニメとかっていう話してるんだけど、本はいいのっていうことで、若者に本を読めって言ったでしょっていう。で、そこに関しては、正直、普通に大人で本を読まないって私はどうかと思いますよ。その目も見えてね、文字もね、ちゃんとその読めるのに本を読まない、活字を読まないってどうかしてると思いますけど、まあそれはもう、うん、そこに関しては私もどうも言わないです。それはもう自己責任でやってください。うん、私は活字でたくさんね、情報を仕入れるようにしてます。それがまあ多分必要なことだと思うのでやってるし、まあ別に必要かどうかに関わらずそれが好きでやってるという部分もありますよ。で、まあ、それは今、置いとくのは良くないんだけど、まあ、今は触れません。で、アニメって、なんでアニメって言ってるかっていうとですね、別にそのアニメを、とにかくアニメを見ろって言ってるんではなくて、どっちかというと、記号的な意味合いで今、アニメという言葉を使っています。で、正確に言うと、まあ、新しい文化に触れるっていうことをね、やめないでほしいっていうことですよね。で、まあ、特に、まあ、これからの時代ね、今はでも、いろんな、ね、変革はあったと思いますよ。でも、かなりその革命的な変革がどんどん起きていく時代に入ってるわけですよね。で、その中で一番何が大事かって言ったら、やっぱ、頭の柔らかさでしょ。うん。私は、自分では柔らかい方だと思ってますけど、まあ、でもまだ硬い部分はあるのかなとか思いながら、でも日々頭柔らかくしたいなと思って、毎日生きてますけどね。頭の柔らかさっていうのは結局じゃあ分かりやすく言うと何なのかっていうと、ね、どう思います？頭の柔らかさっていうのはいろんなものに対して柔軟に対応できる。うん。柔らかさの説明になってませんよね、それじゃあ。うん。まあ分かりやすく言うと、未知のもの、未知を受け入れる勇気があるかどうかっていうことに尽きると思います。ね、頭の柔らかさっていうのは脳みそが凝り固まってるからどうのこれが能力の問題とかではなくてやる気の問題なんですよ。勇気があるかないか、未知のものを受け入れる勇気があるかないか、気持ちがあるかないかっていうのが頭の柔らかさだと私は思ってます。なので、ね、大人の皆さんだったらそれは気の持ちようでできるはずなんですよ。でね、大概の人はどうなってるかっていうと、年取ってくると、経験値、今までやってきたことをね、で、こういうことはこうやったら大体うまくいくよねとかっていうことはもう分かってきますよね。そうすると、頭で考えること、思考ですらもうそこに任せてしまう。正味自分で考えているようで考えてないで日々暮らしてるっていう人結構多いと思います。要は、経験による体を自動操縦しの、思考も自動操縦して、プログラムで勝手に毎日動いて、惰性で生きてるみたいなことですよね。
それ自動的にやるっていうのがね、私は良くないと思ってるんですけど、その自動的にやってるっていうのは、新しいこう何かがあった時に自分の中にその新しいことを取り込むと、その自動で体を動かして思考を動かしているプログラムをね、ちょっとアップデートして書き換えないといけなくなるわけですよね。それが非常に面倒くさく感じる。だからもう凝り固まったやり方でやると楽だから、なんか脳みそってね、楽を従う癖があるんですよ。なので、その何?自動的にやるっていうことを習慣にしてしまってるとね、もう新しいものを入れるのしんどくてできなくなります。だからそれが良くないんですよ。うん。で、だからそういう癖つけちゃうとね、もともとがどれほど頭のいい人であっても、ね、その、結局脳を動かしてるそういうもう基本のね、プログラムの OS みたいなものをね、その、もう今までの、これまでの経験でやっていく、もう新しいものはしんどいから入れないっていう、OS にしちゃうと固まっちゃいます。うん。だから元々の脳の性能ではないんですよ。それはもうね、その人の生き様の中で作られてきたもので、頭が硬いというのはもうやる気の問題でね。なのでそれは何とかしてほしいと。だからまずそれを何とかするには毎日毎日自動的に生きるってことをやめることですよね。うん、毎日考える、何かちょっとでも考える。で、新しいものに出会った時に面倒くさいと思わないで、それを全力で受け入れる。で、受け入れた結果、まあ、その新しい考えはゴミくずやって、心底思うなら捨てればいいんですよ。で、最初からしんどいから入れないで突っ跳ねるっていうのがダメ。うん。だと私は思ってます。うん。ですか。で、それをね、する、要はその毎日新しいものに触れても、ちょっとそれを受け入れてみて、必要な、自分にとって、あ、これ、面白いやんって思うのが少しでもあれば取り入れる。そして OS をアップデートしていくと、うん。それを毎日地道にほんのちょっとでもやっていれば、ものすごい大きなものがドーンと来た時も、もうそれ頑張って、じゃあもうそこはね、考え方変えようみたいなことを対応できるようになると思うんですよね。うん、それをなんとかしてほしい。その、まあちょっとしたきっかけ、訓練みたいなものとして、まあ、アニメであったり漫画であったり、まあゲームとかもそうですよ。そういうね、日頃触れないものに、もう要は、私が言ってるのはね、アニオタとか、漫画のね、オタクとか、ゲームのオタクになれと言ってるんじゃないんですよ。触れるってこと。触れるってことを、なんていうのかな、拒否しないってことですよね。それを絶対やるべきだと思います。うん、でね、うん。それは、今言ったように、新しいものに触れることで、要は、単純に、わかりやすく言うと、脳を若返らせるということと、絶対、つながっていくんですけど、でそもそもね、アニメなんで大人の人見ないのかっていうと、まあ、多分アニメは子供のものみたいな、ね、そういう固定観念がまあずっとあったわけですよね。うん、ただ、まあ、確かに子供のものなんですけど、そもそもアニメってでも、子供が作ってるかっていうと、作ってんのバリバリ大人でしょ。うん、まあ大人になりきれない子供のような心を持った人が作ってたりしますけど、まあ、基本的に大人ですよね、作ってんのは。で、確かに子供が、なんか遊びで何かをやっててさ、子供の間だけで回っている世界があって、そこに大人が一緒にね、大きなお友達として入っていくのはね、ちょっと、まあ、確かにどうかと思いますよ。でも、そうではないんですよ。子供だけで閉じてるものではなくて、アニメっていうのはもう今はもう、商業的なね、産業になってるわけですし、もう大人が確実に関わってるものですよ。で、結局なのにアニメ見てないっていうのは、そういう先入観によって、習慣としてアニメを見るっていうことがね、習慣になってなかった人たちが今更新しく見ないだけなんですよね。いやだから、それ脳が拒否してるだけなんで、見たらいいものあるんですよ。で、実際、昔はアニメ、本当に子供向けみたいなものしかなかった時代も絶対あったんですけど、今もものすごい幅広がってるんでね、うん、それこそオタクでもとても見切れないぐらい今アニメ量あるんですよね。その中で探せば大人向けで、ね、大人が見てもすごく満足できるような作品ってたくさんあるんですよね。そういうものをちょっと見ることで、絶対新しい刺激っていうのはね、得られるはずです。だからそういうものをね、ちょっと見ていったらどうかなと思います。で、それ、まあ、ただ、じゃあ実際どんなものがあるのかっていうのは、ちょっと初心者だと分かりにくいから、何かガイドが、まあ、いると思うんで、もし、そういうものをね、ちょっと興味持って、大人の人で、まあ、アニメでも、ちょっとたまには見てやろうか、みたいな思う人いらっしゃったら、まあ、私、別にブログで、そういうのを、レビューとかね、紹介してるブログも持ってますんで、まあ、そっちの方をね、ちょっと動画の説明欄のしておくんで、よかったら参考してみてください。で、
結局だ、まあ、今私今の大人に、まあ、大人って私とか含めてですよ、アニメとかはね、そういう新しいアニメ、別に新しくないんですけどね、まあ、その新しい文化に触れるのをね拒否しちゃダメですよっていうことを言ってますけど、それまた同じことねきっと繰り返すんですよ。で、その今の若い世代とか大人になったら多分当たりも、アニメゲーム漫画なんてもう当たり前すぎるぐらい当たり前になってるんで、もうそれはもう今はまだメインカルチャーまで 100% 行き切ってないけど、多分もう完全にメインのカルチャーになってると思います、その何十年かすると。そうするとその次にまたやってきた何か新しい文化の波にまた同じことですよね。そのアニメとか見てる人たちが次の文化の波にまた順応しない、アニメとか漫画とかゲームっていうだけで閉じこもってしまうと、うん、絶対起きるんで、まあ、その時にはまたね今言ってることを思い出して、うん、新しいものに対して心を閉ざさないっていうこと、うん、それをねしっかり意識してほしい。で、多分わかんないですけど、今やってるのの次に来るものってなんだろうって考えた時に、まあおそらく、まあ、まだねちょっとわかんないですけど、まあ、バーチャルリアリティ的なものの延長にあるものが来るでしょうね。うん、そのアニメみたいにその 100% もう最初から最後までストーリーががっつり決まって、もちろんそれもねすごく、それは未来永劫残ると思いますよ、そういう形の。まあ、でもそのゲームっていうのもね、今その非常に要は ID 的なものの、ものすごいその進歩していることによって、ゲームで表現できるものっていうのがもう飛躍的に今、ね、性能上がってますよね。なので、その表現できるものっていうのの幅が広がりすぎてて、でも、もっともっと多分いくと。そうすると、おそらくもう VR がその現実に対してもうかなりの部分まで来るんじゃないか。そうなったら多分それね、すごい、これからの時代ね、多分それもう文化カルチャーとして VR っていうものが何か語れるぐらいのものまで来ると思います。で、まあ、ちょっとそれは今置いときましょうか。で、要は結論としては、その頭をその柔らかくして、ありとあらゆる可能性をね絶対に否定しないっていうこと、それをねちゃんとやってほしいし、私もそうしたいと思ってます。で、それはまあ今子供の立場のね、まあ中学生高校生ぐらいの皆さんからすれば、何かその初体験した時にすごい感動したりね、面白いと思ったりすることたくさんあると思うんですよ。で、それをそのワクワクするようなね、もうありきたりない言い方ですけど、それを年いっても忘れないでいられるかってことですよね。うん、大人の立場から言うと、ずっとさっきから言ってますが、未知のもの、自分にとって未知のものに触れた時に、それを自分のこれまでの経験の枠の中だけで判断して切り捨ててしまわないという、とりあえずやってみるっていうことですよね。それがまずその頭の柔らかさということで、すごい大事なことだと思ってます。で、前回本を読めと言ってたこととつながる話としてはね、あとそのなんぼ頭柔らかくしても、結局その思考力が本当にきちんと身についてないとね何も生まれないんですよ。まあ、柔らかくしていればそれなりに柔軟にいろんなこと対応できて、まあいいんですけど、それだけでもね、もう頭硬い人よりも全然いいんですけど、そこからもっと何か生み出したいってなると、やっぱ本物の思考力っていうものが必要になってくると思いますよね。そうすると結局ね、それ噛み砕いてもらった誰かに、そういうダイジェスト的な知識、映像であるとか、その誰かのお話になってるものとかっていう、まあその媒体問わないですけど、まあ、とにかくその要約になったりまとめになったりっていうダイジェスト的なものばっかりでは思考力身につかないんで、うん、何かというと知識のオリジナル、その原点の部分に触れるってことですよね。うん、で、そのためには、その、言語によ、その言語を読解するっていう力が非常に大事になってきます。で、言語っていうのも、もちろん日本語そうですよね。英語もそうですよ。もう他の、ね、たくさん言語あります。で、まあ、そういうものはもしかするといずれね、人工的に翻訳されるっていうことになれば、まあ、自然の言語が1個2個ぐらい分かれば、ね、十分っていう時代になるかもしれないですけど、あとはでも数式とか、ね、人工的な言語ね、数式って言語なんですよ。ね、東進の、論言のおっさんも言うてましたね。数式は言葉じゃない。言葉じゃないじゃない。数式は、なんつってましたっけ、
数式は言葉なんだ、計算じゃないみたいな、言ってる人いましたよね。で、本当そうなんですよ。だから計算ではなくて、その式書いてんのってね、言葉なんで、それを読解するっていう力は非常に大事になってきますよね。それは本当にその原点のオリジナルの部分ね、だからその相対性理論でもいいや、何でもそういうね、フェルマーの定理でもいいや、そういうものを雰囲気、こんなものって説明聞けるんだけど、その原点に触れて、式に触れると、それがいかにとんでもないことかってことがわかるんですよ。それはね、ちょっとはやった方がいいと思います。という感じで、とにかく一つ言いたいことっていうのは、もう、同じこと繰り返してるんで、もう最後一個だけ繰り返して終わります。未知を恐れるなっていうことをね、すごく言いたいです。ね、北風がバイキングを作った。ね、この名言。これが何の名言かっていうことは調べてみてください。それでは、調べてみてくださいっていうのもあれなんで、まあ、言いますけど、ジョジョですね、ジョジョの一部で、ゼペリさんがね、ジョナさんに対してね、ちょっと波紋のトレーニングするときにね、レッスンとして与えたと思います。非常に好きなんですね、この北風がバイキングを作った。皆さんもね、北風を、自分にとっての北風をね、見つけて、バイキングになってください。